トスをする時の基本的な動きの中にサムフリップという親指で投げる技があるんですけど、しっかりバトンを横にしてバトンの真ん中をグーでしっかり握って持ちます。右回転にバトンを倒しながら爪とか指が真上を向いた時に4本指をしっかり離して親指だけにバトンを乗せます。で、後の指はしっかりとグーで握って指を隠します。で、その状態でこうスナップを使ってバトンをこう持ち上げるとバトンが空中に上がる仕組みになっています。このまま離れます。こういう感じでしっかりまず親指に乗せてからバトンを離します。で、それが速くなるとこういうように回転がかかっていきます。